16歳まで日本語喋ってなかったってわけじゃないですよね。16まではほとんど喋ってなかったですね。16歳まで私中国に住んでいましたので、中国語もネイティブです。逆にどうやって日本語そんな上手くなったんですか？そうですね。やっぱり、友人とか大切な彼女との、お付き合いの中で頑張って勉強しました。ぜひ、これも前向きにご評価ください。いやいやいや、これはすごいですよ。本当に。信じられないです。